分間俺が何とか奴を食い留める。貴様はさっさと気をためろ。1分かかるんだぞ。だったら早くしろ。わかった。たった1分やけどベジータにはきついんか。切り札はみんなの元気玉。あ、結局元気玉ね。孫悟空最後の一撃。行くぜ。プリプリプリン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 。ちょっと待って、ムカつくこいつ。おめえは今死んでる状態だ。もう一度死んだらどうなるのか知ってるか。え、つまんだ。この世からもあの世からも。おめえは存在しなくなる。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。よし行くか。たお、かっけー。だからこれこれあかんってあかんって。ベジータがこの状態で戦うのはまずいって。いけるこれで。いやー、フォームチェンジもスーパーサイズに進むまでか。あ、でもなんか敵吹っ飛ぶってことはそこそこ戦わせてくれるかもしれんけど。76レベルやべえな。あー、だだ。お、ちょリック砲。強いやん。お、打ち合いか。なめるなよ。ギャー。よし。スーパーサイヤ人2やなこれ。ふうふう。あら。邪魔い。ちっとも気が止まらない。早しろって悟空。1分間やろ。いや、早く。ここでもこれやってくる。絶対来るやつやこれ。耐えれ。痛い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 。なんという早く重い攻撃だ。こんなやつと戦ってたのか。さすがに卑怯な技は通用せんか。痛い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 。やばい、逃げろこれ。あかんかん。消える、逃げろ。よし。うわ、痛い。ダメ。やばい。こいつめっちゃ強い。ベジータじゃきつい。あっぶな。これは、え、飴玉だった。開いた。めっちゃ体力減ってくる。やっば。回復一応先頭で、あと7個センズあるからな。いけるな。よし。すげえ、こいつはめられてる。逃げれるか。よし、圏外。え、大丈夫やな。当たりはせんか。どう？打ち合い？え？結構距離あるな。おっしゃ、チャンス。おら、これでどうよ。あとちょい。一発、これでラストの攻撃。あら、ありゃー。ちょやばい。やったいったいったいった。おしまい。
ッケー。さあエンディングでいきましょうか。多分エンディング。ブワ黙って見てたらいい気になりおって、この全世界格闘技チャンピオンのミスターサタン様が成敗してくれる。決まった、夢なのが惜しいぐらい激しく決まった。やっぱし夢でも怖い。うん？お？グーわかるんか？サタンのこと。うん。うん。うん。い、ブ、ブー。やばいぞ、逃げろ。どうしたことじゃ？こいつは。あの太っちょの魔人ブーはミスターサタンと仲が良かった。そのブーが体の中にいたから拒否反応でサタンを攻撃できなかったのです。それでそいつを体外に吐き出したわけか。まあでもサタンとやらがやられても特に影響はないけど。ひどい。そうですね、それが影響あるんやん。大切なキーマンなんぞこいつ。お前嫌いだ、サタンいじめるな。ブーしゃー、カカロット、今のうちだぞ。まだか、まだ気はたまらんのか。そんな。あ、そっか、思い出した。確かなんか地球復活させて地球から全員から元気もらうんじゃなかったっけ。貴様、気を止めるところか。普通に戻っちまいやがって。確かサタンの一声で一気に気集まるやな。死んでた。父上、今の声はウパとボラじゃなかったっけ。これ違ったっけ。うん、ボラやっぱり。今やっと声の主たちの正体が分かった。あの孫悟空たちだ。彼たちが戦ってくれておる魔人ブーと。この瞬間のためにボラが手を天にかざせ。ボラの声優さん来てくれたってこと。なるほど、そういうことか。ふん、久しぶりに聞いたなあいつの声も。17号なんで杖持ってるんやって。孫悟空だ、孫悟空だ、スノ。誰スノって。絶対そうだわ。スノって誰。だあ、あれか、ちっちゃい頃助けたやつか。なんでだ、なんでみんな分かってくれねえんだよ。早くしてくれ、みんな。地球も宇宙もどうなってもいいのか。バッキャロー。バッキャローって。なんだと、バカ野郎だと。人に頼むのにでかい態度だぜ。あんなの無視無視。もしかしたら魔人ブーのことも全部本当はなかったんじゃないか。そうか、集団で催眠術にかけられてたのかも。しっかり一人一人。貴様らいい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも危険というのか。今初めて頼んだからね。お前サタン、どういうことなの。サタンだ、ミスターサタンだ。本当の救世主か。もしかして
ブーと戦ってるってミスターサタンだったんですか？そうだ俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸さんか。目が手になってるわ。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからな。行け行け、早く早く。まずあのブーを倒すことが先決だからな。せやな。おお。はい、サータン。はい、サータン。あいやいしょ。あらっしょ。一瞬で集まるやつや、これ。ほら。やばいやつや。なんとか離れてくれ、ベジータ。巻き添え食らっちまうぞ。バカ野郎、俺に構うな。早くやっちまえ、腐ったれ。ラストバトルか本当のこれ。あの太っちょのブーが踏ん張って。みんなで集めた元気の力。間違えた、海洋拳使った。まあいいわ、海洋拳から行こう。ら。海洋拳もそう悪くないよ。はい。スーパーサイヤ人。はい。あまりもたもたしてると電気玉が消えちまう。早くヤツにダメージを与えて電気玉をぶつける隙を作らないと。おっ、おっしゃ、おっしゃーでもないか、あぶね。スーパーサイヤ人3、 A ボタンね。ルーム野郎なんて強さ、なってねえやん。本当にすげえやつだ。ちょ待った、スーパーサイヤ人3になりたいんやけど。なったなったなった。力が残ってるわけじゃねえが、ここでオーラがやられちまったか。みんなおしめだ。これ途中で解除されるんやけど。やらい。よし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 。よし。強い。やっぱスーパーサイヤ人3強い。よし。ほら、終わりか。くるわ、終わり。よっしゃー、さあクリアか。しまーく。お、ベジータがいねえ。ん、お、やれい、さっさと片付けちまえ。あれじゃねえか、サタン。おめえは本当に世界の救世主かもな。かもないやからな、これ。
なんで最後カメハメハみたいな打ち方なんやって。回復させろ回復。どうすれば？いけいけ。いつまで待たせるつもりだ。お、そっか。スポルンがまだおったんか。必要ないのか。そうだ、ポルンガさん。悟空って人の体力を元に戻してあげることってできる？可能だ。たやすいになりじゃ。すぐにお願いします。プピリッとパロー。了解。今五点三って言わんかった？戻ったぞ！悟空、ドラゴンバレー！おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変わるよ。1対1で勝負して待ってかんな。俺ももっともっと腕上げて。バイチャー、またな。トカさん、カカロット、トカさん、ショーン、めちゃくちゃ映像感動やば。おう、イエイか。やっと終わった。やれやれ、手間取りやがって。チッ、嬉しそうな顔しやがって。ほんとムカつく野郎だ。ふっ。よーし、クリアー。魔人ブーとの戦いが終わり、世界に平和が訪れました。しかし、世界のどこかにまだ見ぬ強敵が潜んでいたり、助けを待っている人がいるかもしれません。悟空たちの物語はまだ終わりません。仲間と共に冒険を続け、より最強を目指しましょう。ちゅうわけで、なんかめっちゃ、いろいろと出てきたけど、これで一応一旦終わりやよね。メインクエストは終わりやよね。一応ちょっと見てみようか。ラメック星エリア、海王星エリア。マジ？一旦これでおしまいかな。はい。あとはサブクエがいっぱいあるんで、今から順番にクリアしていく感じなんですけど、まあでも一応ダウンロードコンテンツありますので、とりあえず次からはダウンロードコンテンツやっていこうかな。うん。結構いろんな種類ダウンロードしたので、まあ、それを順番にクリアしていきたいなと思います。皆さん、本当にお疲れ様でした。また見てください。ゼロでした。バイバーイ。